あ、これ一番謎だった。うん、耳ラブ、そういうとこ拾うんだね。このトピックで村瀬さんの深く熱いこだわりが明らかに。耳っていう部位が好きで、形、うん、そのなんだろう、それ男女問わずも形が好き。僕結構人の耳をまず見るんですけど、うん、まず、まあ、前からの形見て、だいたいこの耳は見たい耳だなとか決めて話しながらでこうやってチラッとこう見て、まず右耳から見て、右耳の形がすごい良かったら、お、左耳はどうかなって思って見て、あ、これは何点だなみたいな感じで勝手に決めて、怖い。そうで、うん、今まで出会った中で最高が、まあ、70何点だろう6点か7点ぐらいだったんだよね、100点中で。今まで耳のね、そう、総合点数が、そう、でもその作品で91点の人に出会ってしまって、すごい、もう稲妻が走ったよね、なんドバーン、そうそう、うわーみたいな、うわすげーすげーすげー、触りたい、みたいな、なんでや、いや本当に、うわすごいすごいすごいって思って、でその人が、まあ、音響監督さんだったんだけど、うん、あの土屋さんっていう人で、うん、どんな耳なんですか、ね、土屋さんは。あのまず耳の僕の中の基準ですごいいいのが、まあ、こうやって耳の形あるじゃん、うんうん、でここにこう穴があるでしょ、うん、まあ、分かりやすく言うと、でここにこうもう一個穴があるでしょ、うん、でここの穴のなんか広さが、まあ、うん、どっちかというとちょっと楕円に近い形が好きなんだよね、うん、でもなんか広がりを見せてて、うん、ちょっとなんていうのかな、こう湖みたいな、なんかちょっとなんていうの、あの神秘的な感じがする、うん、まず耳の穴が好きなの、うんうん、でこっち側の このここのところは、うん、なんていうのかな、こう山の裾野みたいな感じが好きなの、うん、こうふわーって広がって、うん、でもなんかちょっとこう曲がってるじゃん、ここが、でもなんか湖を包んでる山の裾野みたいな感じね、うん、あと土屋さんはね、耳タブがねいいんですよ。いいタブなんだ。そう、なんかね、あの本当に収まりがいい耳タブをしてて、うん、で、あ、これすごい、どう触ったらどんな感じなんだろうなってずっと気になってて、うん、触らせてもらったら、うん、思ってたよりもなんていうのかな、なんかこう、うん、大地に帰った感じがする。もうなんかすごい全部いい感じ。いい例えなのに、でも全部耳の話。いや、耳の話なんだけど。お願いします。お姉ちゃんまだ結婚できないんだ。10年経ったら僕が結婚してあげるよ。終わった、終わった。はーい。恥ずかしい、恥ずかしいよ。なんか私が恥ずかしくなっちゃった。